ちらの使い方なんですけど、背面にセンサーがついてます。このセンサーに触れながら使っていただくことで、この美顔器振動してより効果的にこう美容液ですとかを入れ込むことができます。まずここ電源入れていただきます。内側のボタンを長押ししてください。そうすると緑、青、赤のライトがあります。私のおすすめはこのヒート効果ですね。赤のライトから使っていただきます。青色のライトは EMS 機能。普段使わない表情筋をしっかり刺激してくれるライトになります。で、最後緑色のライトが肌の表面、トーンを整えてくれたりですとか、お肌の鎮静に効果があるので、赤、青、緑の順番で私はおすすめしてます。今私この化粧水と美容液、しっかりと塗り込んでるんですけど、滑りがいい方がいいので、ちょっと乳液足します。ですが後でちょっと塗り直しができてもいいかもしれないので、乳液ぐらいまでの方がいいかも。化粧水をちょっと多めに何度か塗っていただいたりですとか、こういった乳液ですね、ちょっと滑りが良くなるように塗ってあげてください。ではこの赤いライトですね、このセラピーライトっていうマッサージをしながらリンパの流れを促進してくれます。血行が良くなることでターンオーバーを促進したりですとか、あと血色が良くなります。あとは毛穴が開くので美容液成分がしっかり浸透する効果が期待できます。なのでこの後ろのセンサーに触れながら顔に当てていただくと、もうこのねヘッド部分がすごく温かいです。でこちらしっかりと上から下に引き上げるようにマッサージしてあげてください。すごいね、じんわりあったかいのでめちゃくちゃ気持ちいいです。夜化粧落とした後にマッサージする使い方と LED セラピーライト、赤いライトはまぶたの上、朝起きてちょっとむくんでるなーっていう時とか、お化粧前にちょっとマッサージで使っていただくことでむくみが取れるので、すごいねアイメイクがしやすいです。なので朝結構むくむって方はこの赤いライトで目の周りを中心にやってあげるのをおすすめします。あとしっかりこの首のラインもリンパを流してあげてください。 EMS はすごいね微弱電流です。他の美顔器って結構 EMS結構強くて 2,3 日に1回で効果があるものとかもあると思うんですけど、これは微電流なので毎日使っていただけますし、痛くないです。まあね、人によって個人差があるので絶対痛くないとはちょっと言い切れないんですけど、 EMS 青いライトですねが抗菌作用とかで、この EMS 機能普段使わない表情筋刺激するので、しっかりとこのね目尻ですとかほうれい線のあたりとか使ってあげてください。1点だけ注意点があって、この後ろのセンサーに触れて使うことで電流が流れるんですけど、この EMS 機能の時だけ手が濡れていると手もちょっとピリピリするんですよ。ここからも少し電流が伝わってしまいます。 EMS 使う前は手は濡れてない状態で持ってあげてください。しっかり普段使わない表情筋にアプローチしてくれるので、このほうれい線のところとかこう下から上に引き上げるように使ってあげてください。はい、でこのおでことかもしっかりと下から上に引き上げるように使ってあげてください。この眉間とかね、この目尻、あと首もしっかり、首はこうリンパを流すように流してあげてください。でこの首から下とかこのデコルテをマッサージしてあげることでほうれい線かなり改善するそうです。ここが凝り固まってしまうと肌を引っ張るのでほうれい線が出やすくなるそうです。で何分くらいっていう時間はもう決まっていなくて、もう気持ちいいな心地いいなって思いながら続けれる時間帯やってあげてください。そんなに強い EMS じゃないので大丈夫です。最後この緑色のライトですね、肌のトーンを整えて最後しっかり鎮静してくれるライトになります。もうこれは最後優しく撫でるように使ってあげて、赤いライトと青いライトでちょっと滑りが悪くなったなって思われたら、ちょっと乳液足していただいたり化粧水足していただいて、最後優しくマッサージしてあげてください。であと私結構ね最近いろんな使い方するんですけど、この裏技としてはこの赤いライトとかはこのね肌に触れると振動するので、頭皮やっぱり頭皮をマッサージすることで表情に合わせておでこもしっかり動くので、おでこの改善にもつながります。なのでこの生え際とかちょっと分け目を変えていただいて頭皮につくようにしてこう頭皮マッサージとかしていただくのもおすすめです。